一般社団法人全日本合唱連盟は日本の合唱の振興を目的として1948年11月23日に設立された日本合唱会最大の連盟組織である。略称は赤。直接の関係はないが、1927年に小松光介らによって設立された国民音楽協会の流れを組む。 その4年前まで欧米に留学していた小松は、現地の市民による音楽活動のありようを目の当たりにし、それに比べて、聴衆も演奏家も社会に広がっているとは言えない、日本の現状を改善しようと考えた。すなわち、音楽の普及を目的として作られたのが、同協会であり、協会の設立と同時に、第一回合唱共演第音楽祭が開催された。 これは合唱コンクール形式で行われ、後に共演合唱祭と名称を変えて1942年まで続く。戦争が終わると、九州に西部合唱連盟ができたのを皮切りに、関東合唱連盟、関西合唱連盟、東海合唱連盟が相次いで誕生し、これらをまとめる組織として、任意団体としての全日本合唱連盟が1948年に、 結成され、4連盟が、それぞれ、各地区の朝日新聞社屋に事務局を設けて、発足した。初代理事長は小松である。同年に、第1回全日本合唱コンクールが開催され、男性合唱と女性合唱の課題曲には、公募作品が選ばれた。男性の課題曲、秋のピエロは、後に合唱組曲、月光とピエロに収められ、 今日でも広く歌われている。コンクール事業では、1978年から、全日本ママさんコーラス大会、1987年から、少年少女合唱祭を主催している。その他、楽譜や、恋愛誌、ハーモニーの出版、各種講習会の開催、合唱センターの運営などを行っている。当初の加盟合唱団は200ほどであったが、 1967年には2502まで増え、合唱団員の数も1万人足らずだったのが15万人を超えるようになった。約20年の間に上述の4つの地区合唱連盟に北海道、東北、東京都、中国、四国各合唱連盟が加わり、旧地区59府県支部合唱連盟へと発展している。 組織の充実により1970年には社団法人として法人化し、朝日新聞社から財政的に独立した。1997年、第20回音楽の友社賞を受賞。公益法人制度改革法施行により、2012年4月1日より、社団法人から一般社団法人へ移行した。2018年現在、 朝日新聞社東京本社内に事務所を持ち、全国旧地区の支部と54の合唱連盟を統括している。1974年11月22日の理事会において、全日本の読み方を全日本と統一することが確認された。全日本合唱連盟20年史、P5 ただし、現在も関東、東京、関西、九州の4連盟は、 朝日新聞社内に事務局を置いている。ありがとうございます。